ピペットを使ってとっても簡単に描ける絵の具の雨です。ここでは実験用使い捨てピペットを使っていますが、普通のスポイトでも同じようにできます。まず絵の具に水を加えて水溶き絵の具を作ります。藍色の紙に描くので白を使います。ピペットで水溶き絵の具を吸い取り、紙全体に垂らしていきます。紙の端をゆっくりと真上に持ち上げたら、絵の具がよく流れ落ちるようにしっかりゆすります。作業はこれだけで終わりです。絵の具が乾いてから上下逆さまに貼ると、雨のしずくが空から降っているように見えます。これを背景に使うだけで、紫陽花などの制作物がぐっと引き立つ便利な方法です。